ウェブスクレーピングとは、ウェブサイトから情報を抽出する、コンピュータソフトウェア技術のこと。通常このようなソフトウェアプログラムは、低レベルの HTTP を実装することで、もしくはウェブブラウザを埋め込むことによって、www のコンテンツを取得する。ウェブスクレーピングは、ユーザーが手動で行うこともできるが、一般的には、ボットやクローラを利用した、 自動化プロセスを指す。ウェブスクレーピングは多くの検索エンジンによって採用されている Bot を利用してウェブ上の情報にインデックス付けを行うウェブインデックシングと密接な関係がある。ウェブスクレーピングではウェブ上の非構造化データの変換、一般的には HTML フォーマットからデータベースやスプレッドシートに格納、分析可能な構造化データへの変換に、 より焦点が当てられている。また、コンピュータソフトウェアを利用して、人間のブラウジングをシミュレートする、ウェブオートメーションとも関係が深い。ウェブスクレーピングの用途は、オンラインでの価格比較、気象データ監視、ウェブサイトの変更検出、研究、ウェブマッシュアップや、ウェブデータの統合等である。ウェブスクレーピングは、WW w ww から自動的に情報を、 収集する処理に他ならない。この分野は未だテキスト処理や意味論的理解、人工知能、ヒューマンコンピュータインタラクションの面でブレイクスルーを必要としている野心的な手法であるセマンティックウェーブと目指すところが近い。対してウェブスクレーピングでは既存技術に基づいたその場しのぎであろうとも現実的な解決案を良しとする。したがって、 ウェブスクレーピング技術は次のような異なる自動化技術の集合体である。ウェブスクレーピングはいくつかのウェブサイトの規約に反する可能性がある。例えば、短文投稿サイトのツイッターではサービス利用規約によって明示的に禁止されており API の利用が必須となる。ウェブサイトの管理者にはボットを停止、または処理を遅らせるいくつかの手段が存在する。 例えば、HTML を書く際に、ヘッダ内に、メタネームイコールロボッツコンテントイコール、のインデックス、ナホロ。と記載することで、当該ページをボットにより登録したり、当該ページからリンクをたどっていかないように指定できる。ありがとうございます。